地図と測量の科学館は、茨城県つくば市北郷にある科学館。地図と測量に関する展示を行う、日本で初めての施設である。ゲーム感覚で、地図や測量に関して学べるように工夫された施設であり、毎年6月に測量の品の行事として行われる、測量と地図のフェスティバルをはじめ、様々なイベントを開催している。地図と測量、 およびその関連技術に関する原理、仕組みと生活との関わりについて展示するとともに、国土地理院の保有する地図、航空写真などの情報を提供する施設である。地理や地形に関しての知識が得られ、コンピュータの地図などに触れることができる。床面積5464平方メートル、2階建ての展示館と屋外の地球広場からなる。 展示館内館内は自由見学であるが、ガイドを申し込むこともできる。測量の日のキャラクターである、マッピー君が、地図と測量の科学館のキャラクターとしても、活躍している。入り口のホールには、日本列島空中散歩マップがあり、赤青の 3D メガネをかけると、立体的に見える。階段には、著名な測量技術者の肖像画が掲示されている。 タッチできる画面で地図が見ることができる。高さや昔の地図を見ることができる。メインの展示室。入り口のワープトンネルを通り、トンネルの左側に、H q に向かう、トンネルの奥に、B 情報に向かう、トンネルの右側に、C 暮らしに向かうの3つのテーマに沿って展示されている。全部で30のコーナーからなり、パネルコンピュータグラフィックス、測量機器。 コンピュータなどを利用した展示がある。年に7回開催される企画展の会場として利用される。第1回の企画展は地図楽しさと遊びの世界と題して日本や世界の様々な時代の絵地図や長官図が展示された。2012年5月現在の企画展は東日本大震災から1年である。130インチの大型スクリーンを持つ。 会議室とオーディオビジュアルルームを兼ねた部屋である。80人程度収容。児童向けの映像上演のほか、学会の会場として使用されたこともある。財団法人日本地図センターのつくば販売カウンターであり、国土地理院が発行する最新の全地図のほか、官民の発行した地図帳、地図や測量に関する図書、地図グッズを販売する。以前は、 喫茶室が併設されており、喫煙可能であった。戦後から現在までの空中写真、明治以降の旧版地形図、世界各国の地図、基準点成果などの閲覧と当本の交付を行う。ホールと情報サービス館の間を結ぶ通路は、地図のギャラリーとして、国土地理院の主題図や数値地図を出力した地図を展示する。 国風屋外展示であり、メインは20万分の一地製図をつなぎ合わせて作ったセラミックタイルでできた球体模型である。地球の丸さや日本の国土の広さを体感できる。つくば市を中心として日本列島全体を包含する半径 2200km の範囲を切り取ったもので、実際の直径はメートルである。身長チメートルの人が、 球体の上に立つと、高度約 300km の軌道上にある人工衛星から日本を見下ろしているのと同じように見える。2011年3月11日に発生した東日本大震災以降、一般公開を中止していたが、大塚大見東京が修復し、平成の大合併を反映した地勢図を使った模型に生まれ変わった測量用航空機。 国風の展示も行われている。地図と測量の科学館の開館前より、地図関係の書物を多数所蔵する機関は、国立歴史民族博物館や神戸市立博物館、天理大学附属天理図書館など、日本各地に存在したが、地図専門の博物館はなく、ましてや測量に関する、博物館は存在しなかった。 また既存の地図関係資料を所蔵する機関はすべての人々にとって親しみやすい施設であるとは言い難い状況であった。そこで1988年4月21日に日本学術会議は科学技術の最先端を行く国にふさわしい地図に関する博物館の建設を内閣総理大臣に対して提言した。提言時点での施設名の歌唱は 国立地図博物館であった。これを受けて国土地理院は有識者の意見を聞きながら地図や測量について親しめるような施設を設置することを検討することになった。そして1996年6月1日に地図と測量の科学館が開館した。この年の夏には日本国際地図学会の定期大会がオリエンテーションルームで開催された。 2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生、地図と測量の科学館も被災したが4月23日より再開した。しかしその時点で地球広場の球体模型は復旧しておらず同年12月23日に修復されたものが公開された。制作費用は5355万円である。駐車場あり。 ありがとうございます。